あのテレビのお風呂の番組でバスタオルを巻いたままお風呂に入ってるシーンがあるんですけど、大体あのここに許可を得てバスタオルを使用していますっていう文字が出ているあのシーンを一度、あのどんな気分なんだろう、バスタオルを巻いてお風呂に入ったことがないんで、どんな気分なんだろうと思ってやってみたかったんで、今自家製の風呂で実践しています。一番最初に気づいたのはバスタオルの丈が短いということですね。あのテレビってこの胸の位置から膝ぐらいまでバスタオルがあるじゃないですか。あんなに長いバスタオルないですよ。あの今巻いてみたらこう結構あの股間のぐらい、多分バスタオルはそこまでしかなくて、これずっと押さえてないといけない、まずくないぞこれだって。バスタオルを巻いてもそれなりに今緊張感があります。うわぁ、バスタオルがゆらゆらしてしまって落ち着いてお風呂のレポートができたりとかすることはあまりないですね。結構押さえてないといけない。じゃあこれで出てみますね。テレビもこんなにあのお風呂出た時にこんなおしっこみたいな音しているんですかね。すごく重いです。